皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店、てるカイザーです。はい、今日は雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとこちらになります。モノマスターの5月号になります。なんでこっち買ってきたかというとね、もうこちらに載っているかと思いますが、はい、ジェットスターのね、ジェットスタージャパントランクケース型ポーチ、こちらがねついていたのでね、面白いなぁと思いまして購入してきました。こういうねガジェットが入れられるケースになってまして、表面はねこうなんだろう、硬い素材なのですかね。で中身はね結構なんかメッシュのね内ポケットがついていたりといろいろあるんでね、こちら面白そうだなぁと思って買ってきましたんで、じゃあこちらをね、実際開封して見ていければなと思っております。ちなみに今回これをついた理由としては、なんかね10周年って書いてありますね、アニバーサリー書いてありますねという感じなので、じゃあこちらね、まあもう早速開けて見ていければなと思っております。はい、それでは開封していきたいと思います。すいません、あのね音声的にねビニールを開ける音がうるさいかもしれないんですけど申し訳ございません。はい、じゃあこちらね開けていきましょう。結構なんかねあの薄いんですよね、梱包的にこんな感じでね、梱包が薄いんですね。はい、じゃあこちらね開けていきましょうか。箱を開けるときはね、皆さんあの手はね気をつけてください。進行方向にね、刃の向かう進行方向に手がなければ安全安心でございます。はい、じゃあこちら開けていきたいと思います。開封します。あ、こういう形なんですね。すでにねあの開封されていて半分になってるからね、薄い形で梱包されていたんですね。これ立ってね、あのこれ組み立てちゃうとね当然分厚くなっちゃうんでね。はい、じゃあこちらね見ていきましょう。はい、まずね、これはねちょっとあの雑誌の方には申し訳ないんですけど、箱をね開ける前からちょっとね私気づいちゃったんですけど、結構ね化学繊維の匂いが、しました。はい、これはね正直にお話しさせていただくと化学繊維の匂いがしました。なぜならばねこちらね、これ鉄とかで、あの鉄とかじゃないんですね。こちらねちょっとね固めのあのなんていうんですかね、あの柔らかいカーボンっていうかね、なんか柔らかいね素材なんですけど、こちらのね多分この銀色のねあの塗料の匂いだと思いますね。ちょっとね、うん、その銀色のね塗料の匂いがちょっときついかなーって感じですね。はい、じゃあね表の方を見ていきます。こちらねジェットスターという形と、あとこちら飛行機のね柄が載っております。であとこちらにねジェットスターという風にねこちらタグがついておりますね。こちらだけ名前が書いたんですかね。はい、あとはね周りはね特にないですね。でね、あと私のポイントとしてはこちらね、あのガジェットとか入れた時にチャックでね物を傷つけないようにこちらね、はい、二重のチャックになっております。これよくね任天堂スイッチみたいなゲーム機をねしまうケースにあるんですけど、こういうね中ね、中と外っていう形のチャックの構成になってるんで、チャックで傷つけることはありません。はい、でチャックの感じとしてはね、特段ね締めにくいっていうのはないんですけど、まあちょっとここのね四隅の形状的にそこがねちょっと引っかかるかなって感じですね。まあ、ただ引っ張ればねこうやって開けられますね。コツとしたら引っ張りながらチャックを操作するという感じですかね。はい、じゃあこちら開けていきます。はい、開けますと中はねこんな感じ、左右全く対称ですね。でこちらがさっき言ってたね、メッシュのポーチがあります。若干ゴムがこの上のところね、ゴムがあるので伸縮がありますね。
で下のところもね、こっちも同じようにゴムの伸縮があるメッシュポーチがついてますね。はい、こちらとこちらにね、例えば任天堂スイッチのね、コントローラーとかね、そういうもの入れられると思います。ね、任天堂スイッチはね、長さ的には多分足りないと思うので、そのまま入れられないと思います。ただ、任天堂スイッチをね、左右のコントローラー外して、まあ、こちらに入れて、こちらをね、ディスプレイを逆にしてね、入れれば入れられるかなと思います。そうしないと、画面が傷ついちゃうんでね。もしくはね、なんかこちらに AC アダプターとか、それ以外ね、そういうものを入れられると思います。ちょうど任天堂スイッチのね、ソフト、ゲームソフトのね、ソフトケースぐらいのサイズ感ですかね。一応サイズの方はこちら記載してありまして、高さ 12.5cm、 幅 21cm、 間違い 6cm もあります。これね、概要欄の方にこの雑誌の URL、 あとはこちらのね、ウェブサイトに行かなくてもサイズの方はね、概要欄の方に記載しておきますので、はい、そちらを参考していただければなと思います。はい、今日のポイントとしてはね、やっぱりちょっとね、素材的に、こちらのシルバーの塗装の匂いがね、結構化学繊維の匂いがするかなってとこですかね。まあ、ただ気にならない方はね、こちら非常にね、レアなね、アイテムだと思います。で、中身はね、完全にこういうね、ガジェットが入れられるような感じで、メッシュポーチがね、メッシュのこう内ポケットがついてるんでね、中でバラバラしないで使えるかなと思っております。あとはね、そういう、なんだろうな、貴重品入れるときにね、チャックでこう傷つかないように、二重の、機能になっておりますってとこですかね。あと、こちらね、プラスチックじゃないんでね、プラスチックとか、鉄じゃないんでね、こう柔らかいですね。はい、柔らかい、なんていうのかな、なんか、名前忘れちゃったんですけど、スマホのね、裏とかで使う、ハードケースじゃなくて、ソフトケースの方あるじゃないですか。あんな感じのね、TPU って言うんでしたっけ？ああいう素材ですね。あれのね、柔らかい版です。だからこうね、指で押すとね、潰れますね。完全に、ガチガチのね、本当にこちらね、旅行ケース、トランクとは違って、柔らかい素材なので、もしかしてね、ニンテンドースイッチとか入れて、こう、上から押しちゃうと、潰れちゃうんでね、もしかしたらそのコントローラーと、ニンテンドースイッチね、干渉しちゃうかもしれないですね。まあ、逆にね、ガッチガチの、ハードケースっていうわけじゃないんでね、鉄とかプラスチックのハードケースじゃないんで、軽さはね、軽いです。軽さは軽いんでね、私なんかはね、この辺のね、ガンプラいろいろ作ったりして、ニッパーとかいろんなものをね、こういうのね、持ってたり、あとはね、外出するときに、AC アダプターとかね、ケーブルとか入れてるので、まあ、そういうので使おうかなというふうに思っております。はい、以上となります。こんな感じでね、雑誌の付録、実際に私が素人なりに、開封してみて、匂いであったりとか、手触りであったりとか、あと機能面をね、ご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。また、この動画良ければね、高評価お願いします。こんな感じでね、私の方で開封レビューをしておりますので、引き続き、こちらのてるてる百貨店のチャンネルをね、見ていただければなと思っております。おさらいですが、今日はモノマスター5月号、ジェットスターのトランクケース型のポーチ、こちらを紹介させていただきました。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。てるてる百貨店、てるカイザーでした。バイバーイ。